げえ。え、何ここ浮き輪ってんの？ファミマなのに。さてと朗報が一件入りまして、なんかね調べておったらこの道ねずーっと行ったら23号線沿いにねガマゴーリのあねちょっとだいぶ市街地の先の方そうですね、ガマゴーリ駅からずーっとさらに西の方に行ったところに、どうも道沿いに、快活クラブがあるらしいです。で、鍵付き個室はないらしいですけど、あのマッサージチェアとかはあるらしいんで、うん、十分です。あのね、鍵付き個室でね、あの一晩過ごそうみたいな、そんなね、あの算段ではないので、じゃあもうこれで使おうかなということでね、ちょっとそこまで頑張って走ろうかなと思います。じゃあ飲み物もねちょっと我慢してね、そこでね飲み放題いっぱい飲めますからね。よし、そんな、作戦です。行ってみようと思います。まだ前で駅を越えてかなあかんからまあまあ走らなあかんみたいですね。これが八つ剣神社かな。こっちは確かに1号線とか東名の方を走るけど、こっち多分来ないもんな。そうですね、八つ剣ですね。岩倉市とかあっちの方にもありますよね、八つ剣って、うん。港南だったっけ、岩倉だったっけ、なんかありますよね。で、八方、八方じゃなくて八方みたいですね。八つの店舗みたいな感じで書くんで、八方っていう、いろんな地名あるね。よいしょ。竹島ですから、もうだまだ先ですね。これだとキャッツカフェあるんだ。なんかキャッツカフェデザインの感じ変わりましたね。昔は、キリッとした感じのね、キャットって感じでしたけど、なんか今ゆるキャラな感じのニャンコみたいな絵に見えたの気のせいかな。で、あっ、上がってこれガマゴリの駅前か。ガマゴリ行程のイラストもあるし、ね、名鉄、名鉄、あ、そうか、そうか、名鉄も来てるか、ガマゴリ線、止まってますね。シェルももうすぐなくなります。どんどんなくなってますもんね。走っとったら見えてきましたね。あ、出てきた出てきた、快活クラブ駐車場ってなってますね。よしよしよし、あ、こっち側だわらし、入りやすい、ちょっとよかった。よし、快活クラブで休んでこ、休んでこ、休んでこ、快活クラブで休んでこ、快活クラブで休んでこ。まあ、2、3時間休んで、また夜のうちに走っていくような感じで行きましょうかね。その間に高速が開通しとったらまたいいですけど、まあ、その時間やったらもう下道でもあんまね、まあ、でも伊勢湾岸のところはちょっと違うからな、どうしようかなっていうところですね。さあ、とりあえず一休みしましょう。よし、ちなみにこんな感じね、ガマゴーリ店かな、快活クラブ。へー、入っていきましょうか。はい、ということでね、だいぶ休みましたね。10時前ね、まあゆっくりとマッサージ機当てながら体ほぐして、だいぶちょっとマシになったかなって感じですね。一つね、誤算だったのがシャワールームがね、ね、快活クラブだから使えたろうとね思ってたら、一応ね無料のシャワールームはあったんですけど、あの男女合わせて1個しかなくて、
でしかもね、あのね、シャバ、あのタオルがね、あの有料っていうね、パターンだったんですね。そういうところあるんですね、それはね、想定してなかったわっていうことでですね、シャワーで、あのシャワールームを見たって何回か見に行ったんですけど、ずっとねちょっと埋まっとったんで、シャワーは浴びずにね、ちょっとね顔とかだけね、洗顔だけね、洗わせてもらって、軽くリフレッシュって形、で、とりあえず出発することにしました。まあね、あとは飯だけね、これもうただね、困ったこと、吉野家とかももう9時以降ね、まん延防止とあのうんぬんかんたらでね、店内営業やってないらしいんですよね。そうするともうマックとかね、そういうのしか、選択肢が限られてくるんやけど、どうしような。しかしここの快活は青山の向かいなんですね。あの快活クラブって青木がやってるんで、不思議な感じですね。だからこの今走ってる道がもう暗くて全然わかんないですけど、走ってる道ずーっとまっすぐ行ったら多分地か岡崎の、昨日ね、回ってたところら辺に出るはずなんですよ。あ、招き猫あるんやね。営業あ、しとるんや。これ高田の駅前か、高田駅か。めっちゃ再整備進んでますね。綺麗になってる。これは放送決まってますよね。待って、なんだ今高田町、あとで地図で調べとくけど、なんか飛び出し坊やのミクさんバージョン飾ってるところがあったの。なんだあれは。前を映してるところで多分映らないだろうっていうところだったんであれですけど、ちょっと一回画像探して出しておきますけどね。なんだあれは。福岡のあたりか。ははじゃああれか、卵屋さんもこのあたりなんですよね。東海オンエアさんでなんか卵を食べに行くみたいなのがある。卵料理を食べに行くとか、ね、卵かけご飯か、なんかすっげえうまい卵かけご飯が食べれる場所があるらしいですけどね。なんか卵かけ放題ね。そうすごく贅沢な卵が食べれる卵料理が、他にも卵料理がね、いろいろとあるっていうところがあるらしいんですけどね。私もこっちの方通ってくると思ったら、多分一本ね、道ずらしてるんですよ。またこれだから国道からは外れてますからね。あ、北でもない北東か。北東だとどうだ、微妙だ。さあ、刈谷、今これ刈谷市か。ああ。西尾の方よりはもうここまで来とるんやったら、どんどん刈谷安城の方に入っちゃって、ああ街角屋寄ろうかな。やってたらいいな、街角屋がやってるんだったら街角屋行こう。それこそ岡崎の矢作町で働いとった時にお世話になったね、あそこと、そうドン・キホーテに買い出しに行って、その買い出しに行く途中の、街角屋でね、まあ、買い出しって言っても夜中のもう1時とか2時とかなんで、街角屋でね緊急で物がいるってなったりすると、そっちの方に行くっていうので、
まあ、ついでにちょっと軽くね飯をパパッと着込んで、で買って戻ってそのままその場でみたいなね感じのこととかやってましたね。さあ安城の歴史博物館とか安城市街入っちゃう。どうしような刈谷方面の方を目指してってもいいけど、中心部はカットして、うん、どこがいいでしょう。あ、勝田がある。勝田までやってんだこの時間。最近結構勝山も早く閉まるところが多いですからね。なんで警察だ。ああ、警察署だか。刈谷支流、どっち行っとこう。刈谷か。普通に順当に刈谷で行くか。左。わーっと、ちょっと市街地が見えてきましたね。これ刈谷の市街地？これし、あれか、三河安城のあたりか。そう、安城って市街地と駅がなんかいろいろとちょっとバラバラになってるんですよね、確か。刈谷も刈谷駅、ちょっと駅がバラバラなところがあるんで、あれですけど。お、向かいか。そうですね、三河安城のやっぱ駅前の方ですね。どう？ね、カフェ。悠々空間。聞いたことね。自由空間とはまた別なのか。で、ガストも申しますし。電動390円。あ、3点ある。3点まだやってる？3点寄ってこう。あ、こんなとこにできたんだ、3点。3点好きなんですよね。あの、天ぷら系のところでは一番好きかもしれない。あ、西湯島まで。あ、お店回してくれてあるんや。よかった、よかった。3点食べてと。三重県内ですからね、3点。3点食べてきました。よし。